エクステラは日産が製造、販売していた自動車である。1999年6月、WD22 型エクステラ登場。D22 型フロンティアをベースとして、北米においてはエントリーモデルとして、パスファインダーの下のクラスに位置する。ビルドインフレーム構造の R50 型パスファインダーに対し、オフロードでの耐久性をより高めるために、 ラダーフレーム構造を持つ D22 型系をベースとした。スタジアムシートと後席から一段高くなるキックアップルーフが特徴で、居住空間が確保されている。搭載するエンジンは、V 型6気筒 3HC VG33E 型、ルーツ式スーパーチャージャー装備の VG33ER 型、および直列4気筒 DOHC カ24、D 型の3機種で、 4足オートマチックトランスミッション及び5足マニュアルトランスミッションと組み合わせられた。生産拠点はブラジルのクリチバ工場と北米日産会社のテネシー州スマーナ工場である。2000年1月北米トラックオブザイヤー受賞。2001年4月水素貯蔵式燃料電池車エクステラ FCV の高度走行実験をカリフォルニア州を拠点として開始。 2001年9月、マイナーチェンジ。フロントのデザインが変更された。また、内装については、ダッシュボードとセンターコンソールが変更された。2002年、一部改良。日産の CI が、現行のものに変更され、ターボチャージャー付きの VG33、ER 型エンジンを追加。二千二年六月、第七回北京国際モーターショーにて、同様に、D22 型系。 ダットサントラックをベースとするパラディンを発表。カ24デ型及び VG33E 型を搭載し、低周系型汽車製造、シティクス、及び日産の合弁会社である、低周日産汽車有限行使にて2003年に生産開始。受賞2004年4月、ニューヨーク国際オートショーに新型エクステラを出展。WD22 型のアイデンティティであった。 キックアップルーフを踏襲し、サイズは大型化された。フルサイズ SUV、アルマーダよびフルサイズピックアップ、タイタンと共通の F、アルファプラットフォームをベースとし、パスファインダーよびフロンティアとは開発コードも同じ X61 バイトで同じ車として開発された。生産拠点はテネシー州スマーナ工場。エンジンは V 型6気筒4リットル v q 4 0でエンジンを搭載し、5速オートマチックトランスミッション及び6速、マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。2009年モデルからはフェースリストが施され、フロントグリルが変更されたほか、一部グレードに本革シート、ルーフマウントライトが装備された。2015年に生産を終了することが発表された。 受賞中国などで販売されているテラを中東向けにブラッシュアップされたもの。当初はテラのマイナーチェンジ版として開発されていた。ありがとうございます。